モデルの藤井里奈35が16日、自身のインスタグラムで妊娠したことを発表した。お相手は高校の同級生で、籍は入れていませんと合わせて説明した。藤井は、このような時期、不安なこともたくさんあるけれど一つの命がお腹に宿っていると思うと幸せな気持ちでいっぱいになり、私もみんなと一緒に乗り切っていきたいと思います。いつもありがとうとファンに向けて綴った。藤井は安倍首相の妻、昭恵夫人らと3月下旬に会食し、桜の前で撮影した写真が雑誌に掲載され話題となっていた。